始まったみたいね。そろそろ私も。ここはベータにお任せあれ。次へ行きましょうか。あれはここです。相手にならない。ここ、デルタの獲物。いや、私の番。いや、これなら。ありがとうございます。レッスン2。まだまだ。あれはここです。弱いやつは死ぬだけなのです。レッスン3。ここ、レッスン1。私の前に立ちふさがらなければその命も長らえたでしょう。ここ、逃さそうだ。有望。情けない。ここで踏ん張れないと。実験、邪魔しないで。イーター、それ何なのです？倒した敵いじくり回して何してるのです？食べるのです？おいしい？ワンちゃん、うるさい。検体採取の邪魔。この匂いは。ビンゴ、見つけた。こんな僻地に新しめの足跡。こら、メス猫、先に気づいたのはデルタなのです。こういうところなら人間はすぐに嗅ぎ分けられるのです。まあ、誤差みたいなものでしょ。それに私は見つけた順番とかにいちいち固執しない。お前、またデルタをバカにしてるです。ワンちゃんをバカにしてるわけじゃない。関心を持ちたくないだけ。だったらいちいち声に出して言うのです。ん？なのにいちいちデルタに突っかかってくるということは。もしかしてメス猫、デルタのことが怖いですか？どうしてそうなるんだ、バカ犬。だってデルタのことがどうでもいいなら、デルタのことを放っておけばいいはずなのです。なのにお前はデルタのことを挑発してくるのです。つまりデルタのことを怖がってるのです。弱い犬がこっちに吠えてくるならともかく、どうして私がバカ犬に。付き合っていられないよ、まったく。そうやってすぐ逃げるところも本当はデルタのことが怖いからなのです。別に逃げてなんていないし、怖がってもいないし、くだらない話を切り上げただけだから。私、人選を誤ってしまったのかしら。現地に来ればなんだかんだでうまくお互いの長所を機能させ合うと思っていたのに。己の不徳のなすところね。私、ゼータはもとよりデルタのことも本当はよくわかっていないのかも。アルファ様、どうしたですか？今日は雨は降らないですよ。日差しが強いようには思えないけど、さっきの休憩で水分はちゃんと取った？いえ、
何でもないわ。それじゃあこの痕跡をたどってみましょう。ふう、お腹すいたのです。アルファ様、早く狩りがしたいのです。今日は満腹になるための狩りは禁止よ。ちゃんと必要な分の食料は持ってきているし、食べ過ぎていると狩りの腕も鈍るでしょ。それは確かにそうなのです。お腹が空きすぎてると力が出ないですけど、ちょっと空いてるくらいだと逆にやる気が出るのです。いつもそうなのに全然思いつかなかったのです。アルファ様、とっても頭がいいのです。ありがとう。もうすぐゼータが奴らのアジトの周辺情報を掴んでくる。狩る対象だけじゃなくて狩り場を熟知するのも大切でしょ。あのメス猫、そういうのは得意なのです。そしてデルタにはできないことよ。自分にはできない大事なことをこなせる相手を素直に尊敬すること、あなたにも覚えてほしいわ。デルタ、スパイごっことか文字書きとかお店屋さんとか楽器とか発明とかできないけど別に困らないのです。デルタは誰よりも狩りが得意ならそれでいいのです。それはまあ確かに七影全員が同じことをできるメリットは現状そこまで大きく存在しているわけではないけど、だからアルファ様の言っていた剣の修行もデルタは別にやらなくてもいいと思うのです。それはやりなさい。それなら何か食べさせてくれるならやるのです。本当に？多分なのです。まったく。はい。わあ、で、小さいのです。マグロナルドのマグロテンバーガーよ。試作段階の商品でまだ発売はしていないのだけど。いただきますなのです。はん。ちょっとデルタ、一口じゃ味見も何もあったものじゃ。これパンよりもご飯の方が絶対美味しいのです。それだとバーガーというよりももはやおにぎりになってしまうわね。だったらご飯で挟めばいいです。ご飯でどうやってパンのように挟むと。あ、いや、ありかも。お米を握るんじゃなくて表面を焼いて固めれば。マグロ天ライスバーガー、ガンマに提案してみる価値ありね。デルタ、意外なひらめきをありがとう。私だけじゃこういう発想は出てこなかったわ。なのです？ええ、常識というものにとらわれないあなたらしさが役に立ったということ。そうよね。私たちが7人いるのは単純な能力の違いによるものではないのよね。よくわからないけど、それならデルタらしくやっぱり剣の修行は。それは必ずやらせるわ。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。ほら、そこ無駄口叩かない。あれ、これからだ。
油断は。レッスン1。相手にならない。逃さない。無謀。強い。ありがとう。レッスン1。相手にならない。逃さない。やっ。よっ。デルタの一撃。甘い。ここ。ありがとう。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。行きます。見つけた。デルタからは逃げられない。ありがとう。デルタの獲物。油断は。ありがとう。これからだとレッスン1。まだまだです。レッスン2。行動早いね。強い敵。ありがとう。デルタ。デルタの一撃。行く。レッスン3。甘い。ここ。デルタが怖い。何？逃さない。情けない姿を見せない。私の前に立ち塞がらなければその命も長らえたでしょう。まだまだです。敵の剣隊とワンちゃん邪魔。尻尾を引っ張るのです。ここで終わらせる。まだまだ。デルタ。デルタが怖い。デルタ。だから。ここは闇雲に攻めるよりも、まずは守りを固めるのが先です。ありがとうなのデルタの獲物。情けない姿を見せません。私の実験。邪魔しないで。レッスン2。相手にならない。久しぶりに本気を出すかな。
見てくださいましたか？これがベータの実力です。どうだった？教団のアジトは見つかった。だけどちょっと状況が特殊。もったいぶらずに話すのです。ワンちゃん、待たされてイライラしてる？ステイよ、デルタ。それで特殊な状況というのは？奴らはアジト代わりに使っていた洞窟を強力なモンスターに占拠されてしまってる。モンスターにやられてるのです？教団の奴らは弱っちいけど、そこまで弱いんです？もしくはそのモンスターが大きな鳥なんだけど、そこらの個体よりもよっぽど強いか、かな。それで教団の奴らは？まさか全員やられたのです？いや、その洞窟の近辺に野営してアジトを取り返そうとしてる。パッと見は山賊っぽく見えなくもないけど、こんな辺境じゃ賊も何もあったもんじゃないよね。正体も滅多に通らないような場所だし、申し訳程度に擬態しているということね。つまり教団にとってここは価値ある拠点、取り返そうとしているのもおそらくはそういうこと。どうするです、アルファ様。そうね、ゼータ、そのアジトの洞窟は入り口は一つだけ？いや、二箇所ある。それならあなたは片方の入り口で待ち伏せてくれる？教団の奴らがモンスターを突破した場合に備えてね。挟み撃ちになるし、いいんじゃないかな。了解。それじゃあデルタは？奴らを洞窟の中に追い込んでいく形で全員を狩る。もちろんアジトを占拠してるモンスターを含めて。私はあなたのバックアップに回るわ。思う存分暴れてちょうだい。おお、教団の奴らも、おっきな鳥も、全部飼ってやるのです。うぇい！デルタ、吠えるのはもう少し我慢。始める前から奴らに蹴取られるのは論外よ。我慢。影に潜み、影を狩るのです。ワンちゃんの活躍で、楽させてもらえたら嬉しいかな。メス猫は端っこに立っていればいいのです。あのさ、まあ別にいいけど。あなたたち作戦行動中くらいは仲良くできない？それは無理なのです。どうしてそこは息ぴったりなの？やっぱり私のマッチングミスということ？けど別行動をさせて任務がうまくいくのなら。こんな、せっかく研究施設ができた矢先に野宿続きなんて。おい、あの会長を排除する増援はまだなのか？もう3日も待ってるんだぞ。見張りの俺らに言われても下っ端なんで。ここは将来的に必ず重要になるのに、リンドブルムの奴らは何をやってるんだ？その聖地リンドブルムもアジトに襲撃を受けていろいろゴタゴタしてるって話らしいっすね。だったらなおさらこちらに増援をよこすべきだろう。ここは次世代の重要な研究施設なんだぞ。適合者候補を放り込むだけの場所とは違う。研究者同士でも派閥争いとかあるらしいけど、
この人聖地から飛ばされてきたのかな。しっ、聞こえるぞ。おい、お前、何か言いたいことがあるなら。え、上、牛、後ろ、後ろ。牛？何が牛で。ご、おお。弱そうな奴は最後の方に残すと狩りがつまらなく終わってしまうのです。だから弱そうな奴は早いうちに狩るのです。次に弱いのはお前です。それともお前です。こっち。おい、どっちも弱いなら一緒に狩るのです。ギャー。暴虐の夜の幕開けね。さあ狩りの始まりなのです。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。よっしゃ。ここはベータにお任せあれ。ありがとう。ベータが怖い。弱い。はっ。ベータの獲物。油断は。これからだと見にくい。相手にならない。私の番。ここで終わりです。これからだから見よう。デルタの一撃。甘い。行く。ここ。デルタが弱い。弱い。デルタの獲物。本日強行だ。無謀。これが成果。うまくいったみたい。行きます。突破口は私が開きます。みんな私についてきてください。ありがとう。デルタが怖い。決まる。ここタコ。デルタの獲物。急ぎましょう。ありがとうございます。まだまだです。逃さない。タコ無謀。ここで終わって。甘い。デルタの一撃。レッスン3。ここ。ここで踏ん張らないと。もう早いね。無謀。10秒持たなかったね。Huh?
こはベータにお任せあれ。ありがとうございます。やっ、ベータの獲物。やっ、私の番。次へ行きます。これからだ。レッスン。弱い。よかった。はっ。私の番。いよいよ。お願いします。これからだから、ね。レッスンクイーン。行く。デルタの一撃。ここ。ドラゴンズ。逃がさない。私の前に立ちふさがらなければ、その命も長らえたでしょう。情けない姿を見せます。やあ、これ。レッスンツー。ボス、まだ敵がいるかも。狩りの続き、探しに行こう。よーし、落ち着こうか。